列車は目的地へと向かっ。到着までもうしばしお待ちください。どうしたよ、まだ緊張中か。いや、それもあるが、決戦を前に整理できてないことが多すぎるなと。同感ね。エルやこの世界のこと、そもそも私たちが戦おうとしている存在が何かはっきりしてないのも問題だわ。そういうことでしたら、私も微力ながら協力しましょう。当然、推測も交えてとなってしまいますが、ある程度の情報はお伝えできるかと。私も、あれがどういった存在であるか探り続けていたのですが、言うなれば、人の心に普遍的に存在する、とある本能が形となったもの。それは、かつての悪神のような。かつて人々の怠惰な願いから生まれた統制の神に対し、サルマエルは、そうですね、遥か以前から人類が普遍的に抱える感覚、傷つきたくない、苦しみたくない、死にたくない、いわば人が無意識に抱える痛みからの防衛本能、無意識の海の中からその本能が形となって生まれた存在とでも言えばいいでしょうか。痛いの絶対嫌だって意識が擬人化したみたいなもんか。それだけ聞くと悪いやつっぽくなさそうだけど。時の流れか、人の心の本質の変化か、いずれにせよ痛みを遠ざけるという目的のもと、他の者のありようは変わった。信念を貫くための戦いも、夢のため歩みを進めるその意志も、全ては痛みへとつながる愚行とし、それを排除すべきと考えたのでしょう。かつての悪神、統制の神と異なる点があるとすれば、あくまで危険思想を持つ一部を排して人類を守ると考えていることでしょう。本人にとっちゃ人間を守るためにやってることなわけか。立ち悪いぜ。逆に言えば、人々に痛みをもたらす危険な存在は全力で排除するということか。これまでの言動から察するに、おそらくは。やべえ、ちょっとこんがらがってきた。つまり？多分だけど、サルマエルの目的は人が傷ついたり苦しんだりしないこと。そのためには危険を冒して何かと戦ったり頑張ったりする必要はない、そんな風に考えたんじゃないかな。けど人が人である以上、何かに抗って何かを変えようと立ち上がる人は必ずいる。そういう人たちの意思を危険思想として消すのがサルマエルってわけね。危険思想、言っちまえば何かに抗う変革の意志を持つ者たちってことか。つまり今回で言えば、東四郎がそれに当てはまるって感じか。そうなるでしょうね。なあ、彼女の描いた絵が非常に興味深いんだが、触れてもいいか。そういうのは後で。ひとまずこんなところか。サルマエルについてはなんとなく。分かったが、この場所は春日部東四郎、あなたの認知を基盤に作られたサルマエルが支配する精神世界。もっと簡潔に言えば、あなたの心を折るためにあなたの心にサルマエルが作った異世界、そんな風に表現しても差し支えないでしょう。僕一人潰すために
ずいぶん手間のかかることをやってるな。本来ならば精神にのみ介入することでその意志を排せてはいたのでしょう。ですがあなたはその支配に抵抗する力が芽生えかけていた。抵抗？そうか、ペルソナ。その通り。ペルソナとは自らを支配せんとする事物に抗う反逆の鎧。怪盗団がそうであるようにその力を宿した者への干渉は容易ではありません。僕にもそういった意志の力のようなものが芽生えていたということなのか？何かきっかけのようなものがあったのであればあり得る話です。最近でなんか思い当たる節ねえの？意志芽生えたぜみてえなの。そんなアバウトな。あ、やるんかい。去年の末だ。以前話したように僕は父の不正を告発するか悩んでいた。そこへ君たち怪盗団の電波ジャックだ。驚いたよ。僕が父への反抗を悩んでいる時に君たちは国そのものに自らの信念を示した。そう考えた時僕も負けてはいられないと思ってね。結果としては言わずもがなだが。可能性の話に過ぎませんが、その時かすかに力の目が現れていたのかもしれません。当然それだけでペルソナが目覚めるわけではありませんが。なるほどな。大体読めてきたぞ。だね。つまり普通の人に対してはその心に勝手に侵入できるけど、抵抗する力が少しだけあった東四郎はサルマエルの介入を防げたってことだね。絵の癖がヤバすぎて混乱するが、まあそうなるな。けどサルマエルからすれば自分の力に抗えるほど危険な存在ってことになるから。ヤバそうだから何としてでも潰してやりてってことか。そしてその時僕の変革の意志を抹消し心を支配するために生み出されたのが。そう。それがこのキングダムなる異世界です。あなたの心に眠る記憶を利用しその意志を排除しようと試みたのでしょう。いつの間にか僕の心でそんな侵略戦争が行われていたとはな。ですがサルマエルの侵攻に対し無意識下でも抵抗が行われました。そのさなか春日部藤四郎の精神で生まれたのがあなたなのでしょう。私が。サルマエルが支配の象徴として記憶の中の人物を利用したように、春日部藤四郎の心の中にも革命の象徴たる人物がいた。それが夏原先輩か。心が侵される中であなたは無意識下にて彼女を生み出し希望を託しました。すなわちサルマエルがつまんとしているペルソナの力の目を。つまりこういうことか。サルマエルは藤四郎の力の可能性を潰さんとしキングダムを作り上げた。だが藤四郎の心も変革をなす象徴としてエルを生み出し力を託した。革命軍の戦いは藤四郎の意志を守らんとするための抗いだったというわけだな。お、やるねフォックス。俺も負けてはいられない。なんでおめえも張り合ってんだよ。でも怪盗団が来るまでひどい状況だったし抗えてたかどうかは分からないけど。力の片鱗があったとはいえそれはとてもかすかなもの。サルマエルの進行を防げずとも無理はありません。ですがどれだけ心を責め立てても完全にその意志が朽ちることはなかった。しびれを切らしたサルマエルが行った最後の手段、それが春日部藤四郎あなた自身をこの異世界へと落とすことだったのでしょう。
そして婚約者。偽物の僕自身、あらゆるトラウマを使って僕を追い詰めた。心折ろうとしてもエルがいてらちあかんから、いっそ本人に直接言ったれってことか。てか人の記憶使って散々メンタル攻撃とかやってること、陰湿すぎでしょ。まったくだぜ、何が人々のためだよ。けどそれもうまくいかなかったみたいね。ええ、サルマイルとしても相当に追い込まれているのは事実。あのように姿を現した以上、奴も直接決着をつける気なのでしょう。最後は真っ向勝負ってことだね。簡単に言えばそういうことです。駆け足で話を進めましたが、じきに目的地です。また到着後にお尋ねください。引き続き分かる範囲でお答えしましょう。ありがとうございます、ラベンザ殿。要は相手はまたおせっかいな神様もどきってことらしい。一筋縄じゃいかねえだろうが、それで引き下がる我が輩たちじゃねえよな。うんうん。それでは改めまして、皆様まもなく目的地へと到着します。準備はよろしいですか？ああ、いつでも来いや。もう少し列車の旅を楽しみたかったが、それは全て片付いてからとしよう。式は最高潮だ、いざ行かん。問題はないようですね。ではこのまま突っ込みます。え？うわあ！無事到着しました。お降りの際は足元にご注意を。全然無事じゃないんだけど。世界が3回転したな。視界がぐるぐるする。すまない、何か袋を。とにかく敵の本拠地につけたみてえだな。この先にサルマイルがいるのかな。ええ、ですがおとなしく歓迎するとも思えません。準備は万全にしてから挑むのがよろしいでしょう。これが正真正銘最後の戦いだ。勝って終わらせるとしようぜ。ああ、僕も過去と決着。うん、しまらねえな。その様子ですと、まだ気になることがあるようですね。私でよろしければ、状況を理解する手助けをさせていただきますが。もちろんです。では、何から話しましょうか。前にお話ししましたように、これはベルベットルームが変化した姿。ベルベットルームは、客人の心のありようによって姿を変える。ですが、一度定まった様相が再び変化するなど、通常は起こり得ないこと。この世界とサルマイルの影響が原因だと考えます。前に言ってた部屋が不安定になっていたことと関係が？サルマイルは人々の中にある危険思想を排除することに特化した存在。言うなれば、他者の意志や力を打ち消すことに長けているのでしょう。さすがに彼の力を持っても完全に消し去ることはできなかったようですが、そして
存在が曖昧になったこの部屋が再び形を取り戻した結果、一時的にこのありようへと変化した。そう考えてよろしいかと。サルマエルの介入、あなたの心の成長、そして春日部藤四郎の意志、今の姿は様々なイレギュラーが重なった結果に過ぎないのかと。なるほどな。ま、少なくとも我が輩たちはこの列車の存在に助けられてる。今はそれに感謝するとしようぜ。他に聞きたいことはありますか？春日部藤四郎の心にこの世界を作り出したのはサルマエル。そこまではお話ししましたね。マリエやレギオンたちは一体どういう存在だったんでしょうか？単なるシャドウとは違うようでしたが。支配者として君臨していた者たちは記憶やイメージを利用して生み出された存在。春日部藤四郎を追い詰めんとサルマイルが作り出した偶像といったところでしょう。意図せずとも認知が暴走し生まれた存在をあなた方も見たことがあるのでは。双葉のパレスで見た母親の認知みてえなもんか。本人たちのイメージを利用したとはいえ、あれらは単なるサルマイルの一部であり、駒。あいつら散々藤四郎を人形扱いしておいて、自分たちが一番クグズだったってわけか。ってことはレギオンたちも？ええ、ですが支配者と異なり、無意識の海に漂うシャドウを利用していた様子。そのシャドウを取り込むことで強制的に従わせたと言うべきでしょうか。倒した時に現れる力の結晶もその名残と見るべきでしょう。他にお話しすべきことはありますか？これも極めて異例ですが、認知存在、ペルソナ、シャドウ、それらの性質を合わせ持つものと考えるのがいいのかもしれません。というと、心に宿った意志と力が窮地に追い込まれた時、春日部藤四郎が生み出したのがエル。それは希望や変革、抗いの象徴というイメージを持って生まれたのです。確かにそれだけ聞くと認知存在に近い。その存在に対して彼は無意識に力を、あえて言うならペルソナの目を託した。いわば認知存在の内側にペルソナを宿したとも言える状態だったのかと。本来ペルソナとシャドウは表裏一体、エルという存在はその内側に春日部藤四郎の心の陰陽を抱えていた。認知から生まれた存在でもあり、藤四郎のペルソナでもある。だから力に目覚めた後もエルはエルとして存在してるってことか。さらに言えば、ここも支配されたとはいえ、その一端では人々の心とつながっています。無意識的に夏原エリ本人の心も、あるいは彼女へ影響を。いえ、これもまたこの状況でのみ起きうる極めて特殊な事態。不確定な推察を申し上げるのはやめとしましょう。他にお話しすべきことはありますか？ありがとうございます、ラベンザ殿。だいぶ理解できた気がします。力になれたようでしたら、私も本望というものです。さて、この列車でお送りできるのはここまで。あとは自らこの場を進み、キャッツを討ち取ってください。幸い部屋のありようが変わっても、この部屋本来の機能は失われていません。合体などについては今まで通り協力できるかと。そいつは助かるな。さすがはラベンザ殿だ。ここで万全の体制を整えて出発するとしようぜ。
新商品見ていく？どれにする？ブーンを祈る。ここは正直暑いと感じています。全書を見るのですか？さあ閲覧なさい。ご覧なさい。このペルソナお持ちください。このペルソナお持ちください。ご覧このペルソナお持ちください。ごこのペルソナお持ちください。やめるのですか？武器を分解するのどうしますか？武器を作るのですね。やめるのですか？全書を見るのですか？さあ、閲覧なさい。ご覧、このペルソナをお持ちください。どうしますか？武器を分解するのですね。どの武器にするのですか？やめるのですか？武器を作るのですね。どうしますか？全書を見るのですか？やめるのですか？全書を見るのですか？さあ、閲覧なさい。ご覧、このペルソナをお持ちください。どうしますか？武器を作るのですね。you
やめるのですか？どうしますか？合体を行うのですね。では選びなさい。どのペルソナですか？では選びなさい。このペルソナお待ちください。このペルソナでよろしいですか？それではお待ちください。このペルソナお待ちください。やめるのですか？どうしますか？どのペルソナ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 ですか？どうしますか？それではまた。